ちょっと検査結果でも見ない限りはね。まあまあそうです、ね、自分で言ってるだけだから。検査結果も画像とかありますし。じゃあ別におしっこ 飲んでほしいくらいですよ、なんならそこまで言うなら本当に。いやいいのいいのまんざらでもないから。いいですよ、代わりにこれマジやるのかよ。誰かのここのやめてよ、キャスターさんか有吉さんかスタッフさんか誰かに飲ましてくださいよ。普通さんのは嫌だろう。本当に思い立てるオレンジだけにつぶつぶ入ってるそんなことね、正面につぶつぶ入ってるよ。問題あるだろ、そしたらトントンってやんないとそんなことないですでも昼なんです一緒にやってて、いやいや、まあ、一緒にやめま、やめたんで一緒にあ、そこ同じタイミングでしたっけね、やめた翌日、有吉卒業って俺らのこと何も触れられてない。いや俺は長かったからね、当然のようにやめましたから。8年ぐらい長かったからそうですよね。あれでも「ヒルナンデス」って言えば槙原紀之さん覚醒剤師で、ピエール滝さん、はい、で、カトゥーンの田口くん、あいやそうでしたね、ライズのジェシーさん、あー田代さん、はい、サージリエリカさん、で、この関係者がジャンジャン出てきております。なんかウージーとかいましたね。ウージーね、いましたよね。あいたね、ウージーさんね、はい、いっぱいいたけど、どうですか。どうですかってなんですか。身内としてどうですか。聞き方ですね今の。同じ仲間として、ね、同じ仲間としてどうですかですね今。おかしいです。俺国語得意なんで分かるんですよ、原告得意だったんで。本当にですよね今。本当に学歴ないやつは嫌だね。いやしかしクイズ番組見たことねえのか。おいクイズサバイバーの泥棒渡したのかい。活躍してるだろ。クイズサバイバーなんて視聴率 1% もないだろう。あるわ、10%あったわ。年末にやってるやつ。年末に6時間ぐらいやってた。あれ見てんの俺だけ。年末にクイズサバイバー見てんの俺だけ。クイズサバイバーが始まる2ヶ月ぐらい前から準備してんのかって聞いてくるんで、やめてもらっていいですか。するわけねえじゃねえ。優勝してほしいんだよ。優勝とかじゃないですよ。面白いね。いや今やってんのよ、だから特ダネやってるからね。特ダネやってますよ。そうやらしてもらってますよ、コメンテーター。そうなの、びっくりするよだって、はい、すげえ眠てーですよ朝早いから。言うなよそれ。ね、なんだ小倉さん元気。元気です。あそう、すげえ元気ですよ。会うの小倉さん、結構会う小倉さん、優しくしてくれます。あそう、はい、なんか怖そうだけど。いや全然です、僕も最初なんか変なこと言ってたら、全然怒られなかったら全然。あそうなの、はい、結構だってあんな番組出てんの珍しい。あんな番組コメンテーター、いや真面目な番組じゃない、まあ、系統なんで来たのかもよくわかんないです、あの仕事が。断る理由もねえし、はい、そうなんだ。ちょうど「ヒルナンデス」とテレコンになって終わったタイミングだったんで、もうそうだね、はい、やっぱね、昔からの番組やっぱ尻尾振りたいじゃないですか。いやそうだけどね。どうしようかな、どうしようかなってなると。いや特にこれって言ってキャラがないから。キャラがないって。どっちもどうですか、何ですか。眼球家に置いてきたんですか。見えてます、俺のこと。ね、いや俺も今日赤い、俺は赤いんだよ、ね、確かにね、赤。いやそうです、赤かぶりですね、赤かぶり。あこっち俺の方が赤いからね。いや配慮が足りなかったってことか、こちらの。だって辻君も今日赤いセーター着てるしさ、ね、ちょっとやっぱりこの気使えよ、わかるだろ。潜在写真見たら、あ赤いやつが来るんだなってのは。みんなかぶっちゃってるから、なんか恥ずかしいよね。辻君もセーター赤い、俺も赤いで、カズも赤いから。ラジオで服装いじるって何、どういうことなの。たまたまかぶっちゃったんだよ。たまたまじゃねえわ。何なんですか、俺そんなキャラないんだよ。ずっとなんか、なんか言おうとしてる。安藤なっちゃんの隣にいるからな、やっぱりなんか薄くなっちゃうか、薄いんだよな。印象ないんだよ。もともとはでも確かに俺じゃない方ではあったんだ。そうなんだ。太ってる人の隣にいるこっちキャラではありましたけど、気づいたらなんかそういう持ち上げられ方さっきなされたんですけど、確かにまあそう言わんとすることは分かるんですよ。じゃない方って言われたらじゃない方ではありますけど。ちょっと質問いい、はい、これ来てんのよ。だからやっぱりラジオネームサイレント失格、はい、カズレーザーさんといえば色白でガリガリのイメージがありますけれども、普段どんなものを食べてる。色白でガリガリのイメージなんですか。死ぬ前のデビッドボーイじゃないですか。死ぬ前のって言われなくていいよ。最後の晩年の好き嫌いあんだよね。でもね、まあ飯は嫌いだよ。飯はもう大っ嫌いですもん。飯大っ嫌いだって言うんだもん。飯が嫌い、もうだから好きなもの、ハンバーガーとかだけですよ。ジャンクだね。はい、
なんか全然なんか郷土料理とかってなんか見たくないですよ。薄いだしとか嫌いなんで郷土料理ってまあな保存食の延長みたいなやつじゃないですか。まあまあそう多いからね。本当に俺毎回食うたびにあこんなもんなんで最後までまだ伝えてんだと滅べばいいって思いながら口にしてますけど。なんで無理やりお前嫌いなんだよ。嫌いなのお前だし嫌いだわ。だし好きだろキャラ。だし好きキャラはやめてほしい。だし入ったあとだしの飲み物なんですよ今。だしだお土産ですか。あでもこれは北欧の美少年のショーンベイです最高ですね。そんなわけこれはありがとうございます。この時にしっかり自分で何喉を潤してんだよ。うまいっすね美少年のショーベイはやっぱ長寿の秘訣ですね。開けてらんねえなショーンベイ飲み合うなよ。すっとかしてすっとかしてやめろ。何対決してんだよ。何試合かと思ってんだよ今。何試合だよ。時間の概念ある人聞いてないラジオなんでしょ。生で聞いてんだよ。そうかだからハンバーガーが一番好きってこと。ハンバーガーと冷やし中華とかですね。そういうなんか分かりやすい味が。居酒屋だろだって大体居酒屋行ってんだ。居酒屋ですね。ね今日もどうせ居酒屋ですね。そうだよ。まだ高橋と住んでる。はい高橋ちゃんと住んでます僕は。高橋と住んでんのよ。ねえ。そうです、ね。嫌じゃん。いや通夜かどうかは分かんないけど。ああ意外意外。